はい、本日のゲストをお呼びします。元プロ野球選手で野球解説者の里崎智也さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。前回セリーグ。はい。はい。解説してもらいましたけど、今回パリーグ。はい。もう終わってますよ。終わって。もう終わっちゃった。もう多分。はい。八月中にマジック作っていいですか。ああ。なんか、こん、まちょっとセリーグと比べると、やっぱり。こんなガッと差がついちゃいましたよね。そう、まそうっすね。はい。ホークスどうですか。やっぱり。今年すごくいいですよね。 そうですね。うんうん、だからまあ全体的に言うと、まあ一昨年、まあおととしぐらいからパリーグのチームから選手を引き抜いて強化してるわけですから、それは全チーム弱くなりますよね。うん、オスナが行って、はい、近藤行って、うん、山川行ってるわけですから。もう全然。ジ <laughs> 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 リーグから移動するわけですから、主力がね。まあ昨年山川試合出てませんけど、うんうん、それはまあなかなか苦しいのと、あとやっぱホークスは昨年は、 怪我人出た時にバックアップが全く機能しなくて、そう薄いなっていう感じでしたけど、今年は怪我人出た時に、まず薪原怪我してミモリがセカンド行って、で、薪原とミモリ両方怪我しても、 そこに、あの、広瀬が入ってきて、なかなかヒットは出ませんでしたけど、出始めてからホームランも出たらいい活躍しましたし、で、外野も、まあ、シュートが一時チームを離れたり、うん、まあ、柳田怪我していなくなりましたけども、はい、まあ、そこに、ね、河村とか、あと柳町、今非常にいい形してますし,し、あったまはい。っていうところが非常に埋めてるっていうところでは、はい、その、昨年できなかったことが今年はできてるっていうところで、 チームのその若手の底上げ感が今のホークスを支えてるって言っても過言じゃない。なるほど。っていうところと、まあ昨年1年間いなかった有原途中入団だったんで、まあ今年はもうね、頭からエースとしていい働きしてますし、で、モイネルが先発になって、モイネルも安定感ある。で、モイネルが抜けたところにはヘルナンデスが入ってっていうところで、盤、ま、石、あの状態で来ましたけど、7月入ってオスナがいなくなって、リリーフが一気にバタついてるんで、 まあそこら辺が若干このオールスターブレイクでどこまで修正できて持ちこたえれるかっていうところでまあ松本も7回8回投げてるときは防御率2点ぐらいだったのに9回投げるようになってから8点台ぐらいに跳ね上がってるんで,でまあそこら辺がちょっと心配事はあるけどもまあ結局オールスター前も マリーンズは最低でも勝ち越さなきゃいけなかったところ一1勝2敗でホークス戦負け越したっていうところでは俺5ゲーム差ぐらいまで一歩間違っていくんちゃうかと思ったら。 前半戦終わったら10ゲーム差で,で、ね、結局何やってんだって話になりますけども、うん、まあ、ホークスはそこら辺をしっかり勝ち切れたのは大きかったですね。そうですね。もうちょっとロッテが頑張ってくれたらなと思ったんですけど。タイ、うん、対ホークスにもっと力を入れていかなきゃいけないんちゃうかっていうのはありますけどね。C って言っあんまり資格がないというか、このまま行く。いや、うん、正直15ゲーム差ぐらい空ってもおかしくなかったですよ。ああ、なるほど。オールスターまでにね。はい、若干7月借金5ぐらい作ってバタついてるんで、でも10あるっていうことにね。 貯金ももあれば下の追い上げもだってここが下がってるんでだからここ結構空いてたんですよ5ゲームぐらいそうですね、うん、2位と3位って、はい、でもここがバたつくから一気にここが詰まってでもここは上一人一人立ちになりましたよね、うん、ここが勝手に下がっていったんでだからあの時ちゃんとここが追いついてればもうこの差も縮まってたかもしれないよね、うん、だからここが開いててここが縮まって,まってるってわかりましたホークスこうで、ん、ロッテどうですかね 高部が怪我から復帰してきて、かなりいい形の打順の周りにもなりましたし、で、まあ、外がね、最近ホームランも量産しながら、今打点王ぐらいになってるんで、まあ、一発も出てきたっていう中ではありますけど、結局は先発が頑張らないと勝てないんで。うん まあ先発が崩れちゃうと、なかなか試合も厳しくなるし、先発が高騰して、ロースコアに持ち込めば、一気に勝てるっていうところもあるんで、まあ、先発次第かなっていう感じはしますよね。うん、岡とか、まあ、8試合連続2連勝です、ねはい、結構すごいですよね、はいはい。交流戦ぐらいの時から、11連勝しましたけども、うんはい、あの11連勝も、平均得点3.6点なんですよ。で、平均防御率が2点なんですよ。うん 3.6点しか取ってないんですよ。平均得点。こ <laughs> れはもうピッチャーの頑張りでなんとか勝ってきたわけです。そうですね。で、11連勝なわけですよね。うん、で、それの比較されてたのが2005年12連勝してて、それと比較されてたんですけど、2005年の12連勝は平均得点7.2点、平均防御率1.8点なんです点。要は倍違うんですよ。それ平均得点7.2点を取ったら、はい、それは連勝するやろうってなるわけです。うんはい、でもその半分の3.6点なんで、 いかにピッチャーが頑張ったんだなっていうところはありますけどね。そ,かだからそこがバタつくと、まあ、なかなか苦しい状況になって、まあ、それでもね、貯金が6個あるんで、まあ、十分じゃないですか。そうか。でも練習の質が違うわけですね、当時と。そうでし、はい、てるっていう結果は素晴らしいですけど、はい、中身は本当にピッチャーが頑張ってっていうところありますよね。なんか、紙一重というか、もしかしたら負けてるそうそうそうだって、はい、あの試合も4試合連続ぐらい9回にポランコのホームランなんかで、はい、はい 追いついて、ギリギリ追いついて、引き分けに,に持ち込んだり、ギリギリ追いついて逆転したりっていう試合が4試合ぐらい続いたんで、あれ一歩間違って逆に触れてたらそこ4敗してますからね。確かに。それちょっと注意したいけないですね。当時と。だからそこ勝ち切れたっていうのは大きいですけど、やっぱその圧倒的な何かの力があるわけではないですよね。じゃあこの辺もわかんないというか。日本ームがこのオールスター前にロッティ3連勝して一気に1ゲーム差まで縮まったんで、逆に言うと4ゲーム差あったわけじゃないですか。 だそういったところでは日本をにとったら、オールスター前のマリーンズ3連勝は大きかったですね。でもこれもやっぱりね、僕は、ファイターズがやってることが、みんなやらなきゃいけないんじゃないのかと思ってて、うん、僕は2位以下のチームに言いたいんですよ。はいはい、2>, 2位狙いですか ?1 位狙いですか <laughs> も,うきもう決めてますっていう。<laughs> なるほど。まあ、もう優勝狙ってませんかっていう。もうやめましたっていう。もうクライマックス出れればいいと思ってます<ー>まだ優勝狙ってますっていうのを聞きたいです。 なるほど。僕は新庄さんはまだ優勝狙ってると思うんですよ。そういう感じますよね。だから、オールスター明けに、あの、金土日、ホークス戦に勝ち頭のローテーションを変えてまで、山崎幸也、伊藤博美、で加藤隆を当てたんですよ。はい。全然捨ててないですね、勝負<あ>で、当てたんですけど、3連敗したんですよ。うん、はい。僕は戦略は間違ってなかったと思うんですよ。だから逆にそれを3連勝したホークスは強かったんですけども、でもその次のカードは、まあ、勝ってっていうところもありますけども、 だからそういったところをやらなきゃいけないんですけど、それをまあ弾き返したホークスはね、強いんですけど、そこら辺どうなんですかっていうのは聞いてみたいですね。まだ優勝狙ってますっていう。でも逆に新庄監督がちゃんと当ててきたっていうのは、でも逆に言うと、はい、そこで負けちゃうと、下がる危険性あるんで、だから優勝狙ってますか、クライマックシーズン狙ってますから<ー>ですよ。逆にそれ失敗したら B クラスあるんで。そうですよね。はい。だから、それが果たして、僕は優勝狙ってんだなって思ってるだけで、ベストチョイスなのかって言われた時に、それはわかんないんですよ。 <え>そんなことしてるから B クラスなんだよってなる可能性もあるわけですよ。ああまあそうですよね。なんかそんなとこ勝負すんねっともうちょっとちゃんとやってれば A クラスには入れたのにで、クライマックス行ってっていう。うだからそこは、その人たちの判断とか評価の人によって違うと思いますけども、まあ僕はだから優勝ね、まだ狙ってんだなって思ってるだけで、でもそれで負けちゃうと、 ああ結局あれが範囲だったなってなるわけですよ。難しいですねでも。でも僕はやっぱり優勝を狙ったのはいいなと思います、ね、もちろん、あの、どっちが戦略的に正しいかは、最後なんてわかんないですけど、はいはい、やっぱり勝負していくっていうのはいいと思ったんですけどね。だからそれはもう結果でしか判断できないんで。ああ、<は>なるほど。その下馬評と比べて予想してましたこの辺の僕はファイターズは今年4予想なんで。はい。だからまあいわば。まあそっかそっか。想定ないです。はい、僕は今年はロッテ、ソフトバンク、うん、オリックス、 で、ファイターズ、ライオンズ、イーグルスだったわけですよ。うん、だから、まあ、ここは、まあまあ、いいぐらいですよね、はいはいで。僕はここはオリックスって言ってたんで、まだオリックスは4.5ゲーム差すから、うん、まあ、まだチャンスありますよね。はい、で、ファイターズってことですから、まあまあ、そんなに誤差らしいですよね。うん、ここまでの感じでは。ですよね。新庄監督ってどうですかどうってどういうことですかあの、例えば、前回と比べて、あの下馬評と比べて、私、すごいちゃんと勝負をしてるし、うん あのすごく盛り上げてると思うんですよね、なんか里崎さん、どういうふうに評価されてるのかなと思って、監督の評価は優勝するだけなんで、結局、名将って言われてる人って、優勝した監督だけなんですよ、だから監督に求められるのって優勝っていう結果じゃないですか、うん、もしくは日本一っていう結果じゃないですか、うんうん、かそれが出れば評価の対象だし、うん、逆にここで評価してるってことは、も評価が低いってことですよ、もともとのハードルが。うん <laughs> こんなもんしか超えられないでしょいや、超えてる。うわ、すごいよねなるんで。そうですね。だから僕は、こ今の新庄さんをめっちゃ評価してる人は、もともとのハードルが低いっちゃうかと思っちゃうんす。あー、そっか。はい、まあちょっとだから、この辺だっていう暗黙の前提があって。そう,そうそう、ここら辺だから、はい、こんな来たすごいじゃんっていう。だからあ、A クラスでいいんだったらすごいっていう。そうですね。はい。うん、でも僕はまあね、新庄さんも今年最下位だったら、最,最下位最下位なわけじゃないですか。はい。 そしたら人気続けられないですよね。そうですね。今多分メディアとかもそれに比べてすごいって多分言ってるんだと思いますね。でもおっしゃるように優勝しないと。優勝以外のチーム何位か知ってますって言いたいです。2010年の4位って知ってますそう、覚えてないですね。でしょ結局オリンピックもそうなんですよ。金メダルですら忘れられてるんですよ。そうですね。全員言えないんですよ。だからましてやうとか。うなんで。4位とか全然わかんないですね。すごいですけど、誰も知らないですよ。 その応援してる人たちは知ってるかもわかんないですけど普通にフラットにスポーツ好きで見てる人はね2023年の順位でも全部言えないかもわかんないですよそうです、ね、下手したら,だから結局は、ね、優勝しないと評価されないんで、うん、監督はいや。おっしゃる通りです、ねは チーム内ではね、いろんな評価の対象があるかもわかんないですけど。はいうん、歴史上は、もう、優勝しないと評価されないですよ。確かに。まあ、チームとはフロントからしたら、まあ、2位とか3位とか。そう育成で。育成とか、はい、勝ち負けじゃなくて、はい、育成とかもしっかりしてくれてるたりとか、うん、そのファンサービスマネジメントとか、うん、いろんなものが、チームに対する利益は、はい、観客あるとかっていうのがあるかもわかんないですけど、うん、その、スポーツっていう第三者目線の客観的な意見だと、結局は優勝してなかったら、 何も、2位じゃダメなんですよ、本当誰かが言ってましたね2位じゃダメなんですよ。なるほど。2位じゃダメなんですよ。2誰も知りませんよって。そうですよね。まあ、都知事選挙もそうですもんね。そうそうそう。1位狙うから2位になれるっていうことを忘れちゃダメなんですよ。いや、そうなんですよね。2位狙ったら4位くらいになりますから。さっきの話ですよね。ちゃんとやっぱ勝負していかないと。そう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 。楽天はどうですかね。楽天やっぱ交流戦優勝が大きかったですね。 で、交流戦優勝のもっと勢いもあっていかなきゃいけなかったところ、交流戦開けたら、 ちょっと負けが混んじゃったっていうところが、はい、多分今この4位にいるところだとは思うんですけども、うん、最近で言うとフランコも状態も上がってきましたし浅、はい、村もちょっと前半ねバタつきましたけど交流戦の終盤、うん、あのセ・リーグ主催試合で DH がないところを試合に使わないで休ませて練習させたことによって、はい、そこから一気にその次の週から上がってきたっていうところではあの1週間の調整は良かったんじゃないのかなっていうところもありますしピッチャーもね若い早川そして藤井っていう若い力も頑張ってますし。はいうん でね40歳で騎士が完封勝利っていうね、はい、ところもあったんでで則本も面白いって。 まあ、リリーフも、まあ、なんだかんだ言いながら、いい形にもできてるところもあるんで、チームとしては、いい感じにできてるんじゃないのかなっていうところはありますよね。でも、何か特質して、すごいところがあるわけじゃないんで、だから、多分まあ、ここら辺にいますけど、まだ、2位も全然、シャドーいけないですからそうですね。なんか、A クラスとか、2位の可能性も、まだまだありますよね。あとは、まあ、今江監督というか、もっとロッテの、同僚ですが、まあ、これも、新庄さんと同じ質問になっちゃいますけど、うんうん、まあ、はい、いい感じでやってるんじゃないですかい感じでやってるだって、去年だって、最後、あれ、勝ってたら、 上で、負けたら、この、ロッテ、ソフトバンク、楽天は、去年、勝つ負けで A クラス入れるかどうかこの辺が。全然違う。2位かもしれないし、4位かもしれないとかだったんで。戦力的に言うと、そのギリギリなところはあるのかなっていうところは、去年の成績ですよね。でも、今おっしゃったように、交流戦も良かったので、この差は、そうですね。ちょっとホくさはわかんないですけど、この辺はちょっとわかんない。ロッテが落ちてきてるんで。だから、ここ、本当二2位から5位まではまだわかんないですね。 確かになんかここはまあこの下がるとしたらこの辺ですよね、うん、ここが後半戦どうなるかと、ね、いすよ、ね、うと、ん、まあもうホークスがもう落ちてくることはまあまあ考えづらいですね、正直。うんうん、そうですね 次ははオオリリッッククススですすねね、うんまあ、もうう怪我人多すぎってい宮城もいませんでしたし山下俊平太もいませんでしたし、はい、ちょっと今ホームのバランスも崩しますし、うん、で去年守護神のも平野もいませんしで山崎総一郎宇田川もいませんしメジャー移籍で吉田山本と2年連続いなくなってで山崎幸也は日本ハム行ってっていうね。はい ところで、人は抜ける、怪我人出る、それは苦しいですよね。逆によく頑張ってる。方じゃないですか <laughs> 逆に頑張ってる。はああ、そうですね。終盤、ちょっとオールスター前で、ちょっとバタバタしなかったら、うん、借金二ぐらいではいけないんちゃうかっていうところがありますけど、ね。あ、そうですね。はあ、やっぱり怪我も、まあ、山本も、メジャー行っちゃいましたし。はあ、うん。だ、それにしては頑張ってるってことですかね。そうですね。うん、なんとか、まだ踏ん張ってんちゃうかっていう、もう、ど、どっち、惜しいってもおかしくないんで。 まあ、しかも、だた3連敗してますしね。うん、で、あんだけ怪我人出て、あんだけ人流出して、それはまあ、なかなか厳しいですよ。うん、はい、あ。正直。じゃあ、まあ、頑張って、まあ、この辺ですかね、もう、バッファローズ。いや、だから、ここから怪我人が復帰してきたりきた、うん、まあ、宮城も復帰し,してきましたし、うんはい、まあ、山下俊平だがちょっと心配なところはありますけど、で、スピノーザ、で、カスティオと外国人投手もいい形で投げれてるんで、まあ、そこら辺が頑張りながら、打線がカバーしきれたら、 まあどうなるのかなっていうところしてねこう、いけ3位ぐらい感じかなっていうね、頑張れ,れば。で、ちょっとまあ、心配というか、はい、ライオンズはもう消化ゲームですから、<laughs> またチャンス逆にありますって聞きたいですいや、まあ、ちょっとないですよね、はい、厳しいですね、はい、はい、松井一夫監督も、まあ、一応、休養という形になりましたけど、はいはい、どうですかね、でも松井監督よりも負けてますからね、今。 そうですね、渡辺さん。どうすんのやろうって思いますけどね。前任者変えてんのに、前任者より悪くなってるやん。<laughs> そ,<で> <laughs> それは組織としてどうなんやと思いますけど、ね。<laughs> ああいう時ってどうしたいんですか,なんか渡辺さんも GM で、まあもう元気っていや、僕は渡辺さんが監督になるのはめっちゃ良かったと思ってる、はい、僕はもうすでに言ってるんですけど、なんで現場ばっかり責任取んなきゃいけないんやと。GM 含めてフロントがこのチームをスカウトも含めて作り上げてんちゃうんかと。 その失敗もあるんちゃうかと。全部責任取んないユニフォームやと。スレベル組全く責任取らへんやないかと。どこで変わってんねやと。横滑りだけしてまた球団内いるんちゃうんかみたいな。<laughs> <laughs> でもだからここで GM のチームを作り上げてきた渡辺さんが直接監督になって自分で揃えたチームですからね。そうですよね。で、それで戦ってみてどうですかと。成功してますか失敗してますかと。何が間違ってんですかと。ってなった時に、それでみんなが、あの、責任取って、 入れれ替えしてやめればいいいじゃないですか、うん、なるほどでもじゃあ一応渡辺さんとしては責任を自分でかぶったっていうことか、ね、だからまあ正当な僕は判断やと思いますよ。あでやっぱりここで逃げてたら意味ないじゃないですかだって自分で作ったチームなんですからそうですよね。うん、シーズンの当初もやっぱりライオンズってったら松井監督ぐらいしか売りがなかったというかあんまり投手陣良かったんでね投手陣はいいって言われてたんでずっと、はいうん、高橋コーナー今井、はい、で隅田平新人の竹内もいるで松本いる。 っていうところで、リリーフがどうかなっていうところで、まあ、アブレイユ取ってきたっていうところで、カイノもソフトバンクから来た。うんうん、で、あの、リリーフなんとか言って、まあ、投手陣はいいと。で、打てさえすれば勝てるって言われてたのが、今年の開幕前のライオンズだったわけですよ。はいうん、で、開幕当初は1位に言いましたからね。それなんでかっていうと、コルデルとアギーラ、アギーラーが打ってたんでね。いやこのやっぱ外国人2枚が機能したら、投手陣最強やし、 強いなって言ったところで、まあ、徐々にコルデラギラが打てなくなっていって、で、一軍にもいなくなっていって、はい、で、高橋コーナーもいなくなってきて、はい、で、帰ってきても全然勝たれへんと。はい、で、平はいなくなって。<で>っていう、今、最強の投手陣が最弱の投手陣になってますからね。ねまあ、竹内と隅田は頑張ってますけどね。そんな新人と3年目の若い選手に頼らなきゃいけないっていうところもね。まあ、今も楽天キラーとか、だって防御率もめちゃくちゃ多分、はい、うん、悪いですよ。西武だって、防御率3.09で、うん 4位ですからね。そうっすね。はい、パ・リーグで言うと。うん、で、しかも、あの、冒頭27個とパ・リーグ1位で無駄な進塁を許してる。<laughs> そうですね。で、チーム打率2割6人ですからね。2割6人ですよ。6人。これ勝てるわけないっすよ。ちょっと難しいですね。正直。二 2>,、うん、2割6人っすもん。得点、唯一の100点台ですよ。195点ですよ。87試合点台。うん。やばいっすね。いや、めちゃくちゃやばい、100点。うん ヒットも本しかってないんですよそれはまあこうだなっていう感じはして、ね、勝てっていう方が難しいですよ正直でもそれも揃えたフロントというかと,とそれを2軍で、はい、2> だ松井和夫さんも2軍にいたわけじゃないですか、はい、2>, 2軍で当初の予定通り育てきれなかった、はいね、予定してた選手を育てきれなかったっていうところとやっぱりどんどん抜けていくんで FA で、はい、弱体化が止まらないですよねう だそれを抜けていくのは何が原因なんですかっていうところも精査しなきゃいけないですよね。うん、こういう時って、まあもちろん、もう、超過試合とか可能性なくなっちゃったわけですけど、チームとしては何をするべきだと思いますかもう来季に向けて、どんなふうに立て直していけばか個人のモチベーションはめっちゃ高いですからね。うん、個人の利益とチームの利益って正比例じゃないんですよ。はいうん、だってチームが日本一になってもクビになる選手はいるんですよね。はい チームが最下位でも給料上がる選手もいるいですか。年俸上がる人いますよね。だからチームの利益と個人の利益って正比例じゃないんで、別に大げさに言うと、チームが勝とうか負けようかどっちでもいいんですよ。自分の成績を上げれれば。なるほど。正直。なるほど。やっぱ選手はそういう気持ちなんですかだって個人事業主じゃないですか。まあそうですよね。だって勝っても給料上がりますって話ですよ。日本一になったら給料上がりますかっていう。日本一勝っただけでクビにならないんですよねってなるじゃないですか。そうですよね。逆に言うと最下位でも、僕こんだけ打ちましたけど、こんだけ投げましたけど、 じゃあ1億円ってなるわけですよ。確かに。<は>勝利数こんなに勝ったんでくださいって言いますよ、ね。そう,そう、はあ、だって、まず個人事業主なんで、自分が自分の仕事しなきゃいけないんで、それ別にチームの勝ち負けより、自分の成績の方が大事ですよね。たまにいるじゃないですか。もう自分の成績はどうでもいいんですよ。いますいます。ああいう奴らっていうのは、自分の成績を出すことは、もう確実に出せるっていう自信があるんで、そんなの気にしなくても出せるんですよ。<laughs> そうなんですかそうですよ。だって、<laughs> ペイペイの二軍の奴が言います。はい いや、僕は自分の成績よりチームの価値が優先なんでって言わない,ないですか。言,です言うやつってもうトップレギュラーの人たちなんですよ。でもそいつらは自分が成績出すことはもう簡単に出せる自信があるんで、自分の成績は気にしなくても出せますと。あと欲しいのはチームの勝利ですなんですよ。ああ、なるほど。もうじゃあ自分はもう持ってると、個人成績も取ったか。あとは、あとはじゃあ今年も出せるんですよ。そんなの気にしなくても、あ、自分の成績、あ、もう出せますから、あとが欲しいのはもうチームのタイトルだけなんです。なんですよ。<laughs> なるほど。だからそうやって言う奴は自分の成績を出すことに自信がある奴なんで、自分の成績も出せない奴が、いやいやいや、お前チームのこと考えるの早いよとまず自分のことやれと。<laughs> そうか。だって大げさに言うと、個人の頑張りが、 それが総合体になって全体的に活躍すればチームの利益になるのは当たり前じゃないですか。そうです、ね、結果としてそうなりますよね。でも、10人中2人しか頑張れなかったらチームの利益にならないじゃないですか。うん、でも、こいつらは自分の成績のために頑張らなきゃいけないし、はい、で自分の価値上げれば移籍もあるわけじゃないですか。うん、だから、モチベーションめっちゃ高いと思いますよ。だって、勝ちに特化する必要ないんで、自己犠牲いらないですから。 そうか。個人の成績を、うんまあ。このチームって自己犠牲いるんですよ。そうですよね。はい、自分の成績下げてまで、でチ,ーチームのために勝つ手段を選ばなきゃいけないんですよ。うん、いや、俺調子いいのに打つたいと。いや、ノーアウト二塁やと。いや、新塁打打たなきゃいけないから、もう仕方なくセカンドゴロ。<laughs> うわ、ない、チームとしてはナイス、ナイス、イス。だいぶ下がってますからね。<laughs> でもこっちは、こっちは別に、ノーアウトでね、チンデーレリーダなんて打ったって仕方ないやろと。別に勝ったって感覚こんなもんお前俺がヒット打って、打率上がる、打点位置、勝負やって言って行くわけですよ。で、打てたら、よっしゃ、打率上がって打点位置 OK! って言って。で、別にアウトになっても、セカンドゴールと一緒じゃないですか。そうか。やる必要ないじゃないですか。だから僕今一番評論とか解説難しいのはセーブなんですよ。面白い。そうなんですね。勝つためなら、この、これがもうスタンダードだけど、うん、はい いや、でも来年のためにやもんな。ってなったらそこまで価値に固執する必要。 ないから、ま、無理にやらなくてもいいかになるわけですよ。めっちゃ難しいんですよ。そうですよね。はあ、だから、あの、ファイターズの1年目と一緒になるもんなんですよ。<laughs> めちゃくちゃな作戦めっちゃしてたじゃないですか。<laughs> してました、ね、あれは、勝たい、勝ちたいと思ってないから、できるんですよ。勝ちにこじしてないからできるわけですもうすごい派手なことだかってますよね、はあ、いろんなことやって、はい、別に勝てなくてもいいと思って、まあ、勝ちたいでしょうけど、はい、ミスって別に負けたところでっていうところあるからいろんなことできるけど、じゃあ、新庄さんも2年目、3年目ってなって、 じゃあ、ノーアウト満塁でエンドランやったことあるかと。うん、あいや、もう全然違います。も全然違うじゃないですか。勝ちっていうことは勝ちに来てるわけじゃん。だから負けてもいいと思ったら何や、うん、何でもできるんですよ。あ、だから1年目ってあんな面白かった。<う>面白いって,ってちょっとあれですけど。そうそうそう。見ててたしいだから僕らは別に見てて思いましたよ。それは別に勝とうと思ってないんから、うん、それ何でもできますよっていう。なるほど。だからミス、だか,らだから一番難しいんですよ。解説が。勝つ必要ないんですよ。でも勝つためにはこれがスタンダードやと。勝ちに行くためだったらもう変えた方がいい。でも、 こいつのラインのために思えば、ここはもう勝負させて成長させて。投げさせて、ちょっと成績上げる。はい <laughs> 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 <ー>。ああ、そっか。だから難しいんで。僕だって今12球団で、一番入りたい球団セーブする、はい。あ、そうですか。あ、もう個人の。だって一番弱いから、試合出れるじゃないですか。そっか、そういう発想なんですね。面白いですね。だって個人事業主なのに、試合出れないとこ行って何が楽しいんですかっていう。 しかもこっち行くと、まあ、会社員的というか、なんか組織のために働かなきゃいけないですもんね、うん。で、しかも125人ぐらいいるんですよ。<laughs> 育成まで入れたそうですね、うん。そう考えると、試合出ないと意味ないんで、僕はよく言うんですよ。1分の1だけど、12分の12と、12分の2だけど、1分の2、どっちがいいって言うんですよ。はい。で、これ何を言うかというと、12球団で一番ヘボいと。うん。12分の12だと。はい、でも、 そのチームで一番上手いと。ああ、なるほど。そしたらレギュラーじゃないですか。確かに最下位だけど、はい、チーム中では一番,一番上手いと。で、お前は12球団2番目に上手いと。でも、チームでも2番やと。1>, うん、1位が自チームにいると。うん、と補欠なんですよ。そうっすね。で、そしたらこいつ、今、12分の2やのに、試合出ないから、3、4、5、6、7、8で実力も下がっていくんですよ。あ<ー>でも、12分の12のやつは、1分の1で試合で出るから、11、10って上がっていく可能性あるんですよ。 そうですね。しかも1位なんで、モチベーションもありますよ、ねあ。あねで、試合も出れるじゃないですか。出れるし。うん。ってなったら、試合出れるとこ行った方がいいじゃないですか。僕だったら今はもう西武に一番行きたいっすよ一番チャンスあるっすもん。だって一番弱いですから。ああ<ー>。だってチームダリス2割9人ですよ。<laughs> 一気に1位になる、ね。チームダリスですからね。そうですよね。<laughs> ということは、ほぼ1割台っすよ。そうですよね。<laughs> は全員。 えー、もし里崎さんみたいな考え方してる選手ってどのぐらいいるんですか僕なんての時は逆指名あったんで。ああ、そっか。まだ若干上位2位まではそういう考えのもとを選べる選択肢はありましたけど、今はもう全員くじ引きなんで、それはもう運、運ですよねうん。じゃあもうより個人事業主化していくんですかね、今後。どう思います いや、でも最初から個人事業主でしょうって。そうです。けども,もっと加速するというか。い,やずいつも、え、いつもそう逆に聞きたいですよ。え、うん、その考え方じゃないんですけど、違う考え方を教えてくださいっていう。はあ、どの考え方あるんですかだからさっきのチームのためにみたいな、まあちょっとそれは余裕がある選手ですもんね。だって二軍の選手でチームのためにって言ってるやつ聞いたことない、うん。確かにそうですね。逆にありますよっていう、そのそ、それ以外の考え方あるんだと教えてほしいですって。<laughs> なるほど。はい。面白い。レギュラーだけですからそんなこと言ってんの。 それはそうですよ。そいつらはもうやることやるの自信あるんですから。あとはチームの。チームの勝ちが、チームの勝ちのタイトルが欲しいじゃないですか。最後に残された、まあ、勲章とそう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 。チームのタイトルとかね。面白い。そうか。じゃあ逆に言うと、ここは分かりやすいというか、分析はしやすいわけですね。だから、1位とか2位でタイトル取るのはめっちゃ難しいんですよ。はあ、なるほど。盗塁とか、ここのチームは、別にアウトになってもノーリスクじゃないですか。そうですね。だから、バンバンアホみたいに、失敗増やしても、 盗塁年間50個してましたけど、40個失敗してますって,っても、40個の失敗問われないわけじゃないですか。うん、か50盗塁で盗塁王になれるかもわかんないじゃないですか。ここのチームで50個盗塁したけど、40個アウトだったら、勝ちきれないですからしたらもうガ下がりますもんね。はい、で、うん、ホームラン王にしても、ここでホームランをとんのすごいんですよ。チームバッティングをしなきゃいけないわけですよ。ここは、ホームラン狙うより、犠牲ぐらいでもいい。 でも、単打で繋ぐことも大事はもういるわけですよ。ずっとホームラン狙い行きけます。<laughs> だって勝って負けてもどっちでもいいんですから。<laughs> じゃあ、A クラスとか優勝チームで本塁打王とか。A クラスはもう中盤で優勝諦めるときあるんで、もうここす。ここが,ここ,がここだけす。もう1位2位で。で、そういうタイトルを取るのはめちゃくちゃ、あの、価値ありますよ。 同じ価値ですけど。またここと全然違いますモチベーションから。自己犠牲ないんで。自己犠牲。<laughs> なるほど。<あ>確かに。しかももう、自力優勝なくなりました。はい、自力クライマックスもなくなりましたって言ったら、もう完全消化ゲームなんですよ。うん、何のために勝つんですかって話ですか、うん。自分の成績下げたまで勝って、僕の給料上がりますって話ですか。うん、そういう時あすごく納得したんですけど、監督ってどういう心持ちでいるいいんですかあの、監督は、 監督は今年でやめるのか来年も続くかねよって変わりますよ。うん、来年も続くんだったら期待してる選手は区別されるんで、期待される選手は成績残さなくてももう使い続けようって思われるかもしれないし、<ー>好みの選定に入られるだけです。逆勝ちにこだわってないから、好みの来年に向けた指揮用も好みの選定できるわけですよ。別に成績残さなくても、いやこいつは来年のためにもう使い続けようって割り切れるじゃないですか。 負けてもいいですかじゃあ、監督も割り切ってるモードだ契約によりますよ。あ、そっか。来年もあるとしたら。でも、約束されてない人は、そんなこと言ってる場合じゃないから、終盤まで勝ちにこだわって、多少の、これで来年もいけますっていう材料いるわけですよ。そか。だから、それを、犠牲にしてでも上に行こうだって、クビになったら困るわけじゃないですか。だって、そのチームの成績が自分の通信簿なわけです。ってなったら、決まってなかったまだどうなるか分からへんかったら、契約してもらう球団に、 ちょっとでも来季に向けての光を見せなきゃいけないわけじゃないですか。勝ってないけども、育成とかチームシステムにめちゃくちゃ評価してますって言われなきゃいけないわけじゃないですか。かそれ見せなきゃいけないから。それは職によって変わりますよ。いや、なんかやっぱ野球のマネージメントってめちゃくちゃする難しいですね。なんかちょっと会社だとはちょっと違ういいだ。だって所詮、はい、契約社員ですから、全員。あ、そうか、監督も 1>。1年間の、だからもう契約年数ありますけど、まあね、全員、ただの契約社員なんで、うんはい、個人事業主で、 国民年金、国民健康権じゃないですか。うん、何の保障も何の補填もないわけじゃないですか。うん、いきなり首切られるだけじゃないですか。はい。そ、それはもう、保身に走る人たちもいっぱいいるし、それが自分の成績で保身につながる人もいれば、うん、自分の成績以外のとこで保身につなげる人もいるんでね。うん、それはも仕方ないですよね。じゃあ野球の、プロ野球のチームって結構まあいろんな思惑というか、まあ、いろ大変ですよ一気にガッとまとまるのっていうのは。だってね、 外で仕事ある人はね、僕はありがたいですけど、いいですけど、背に腹変えれないんで、家族養わなきゃいけないわけじゃないですか。選手は成績出したいいですけど、選手以外は何が成績ですかって話ですから。そうですよね。ちょっと思わぬところで。いや、すごい。見方がガラッと変わりました。いや、本当にもう、でも普通ですけどね。みんな言わないだけですよ。言わないですよね。やっぱこうやって里崎さんみたいにストレートに言ってくれるから分かるけど。事実ですから。 そうですよね。反論ある人言ってきてほしいですよね。いや、多分反論できない。<laughs> ないこれ見ているいろんな全野球関係者が、その通りって言ってますよね。<laughs> で、よく言われるんですよ。はい。いや、お前はそんなんだから言えるんだよって言われるんですけど、うんうん、いや、僕もう引退して10年目なのわけですよ。いや、僕が引退した時に言えますかその言葉って言え言います。<ー>プロ野球もそうなんですよ。レギュラーになった、今、いや、こいつはすごくなると思ってたよ。 いやもう1年目のペイベンのペ時に言えたかって話なんですよ全然やけどこいつはすごくなるっていうみんなその中で今の自分の土台を築くためにそれまでのみんなプロセスを踏んできたからこうがあるわけじゃないですか、うん、で僕の人ここすっ飛ばすんでね。 腹立つですよね。そうっすね。あの、ちょ、ついでに伺いますが <laughs> ドラフト報道とかどうやますかなんかメディアの、毎、毎年ドラ1だ。この期待の選手だって。<ー>で、また次の年になると。ほぼ活躍しないですから、大丈夫ですよ。<laughs> 活躍しない。1ドラフト、い大体100人ぐらい取るんですよ。100人弱ぐらい。で1ドラフトを100人ぐらい、じゃ百人としましょう。100人取ったとして、10年後、12球団ですよ。10年後、そのチームの、 主力になってる。主力って言ったら、怪我しない限り2軍に落ちないやつですよ。主力になってるやつ、何パーセントだと思います ?1 ドラフト平均ですよ。30%とか言ってますか ?30% ですか答えは11%です。11? そんな低いんですか ?1 球団1人いないんですよ。ということですよね。しかもそれは1位かもしれないし、7位かもしれないですよ。10年後生き残ってんのは、10年後ですよ。それが11%しかいないんですよ。 僕はかって全部計算したんですよ。はい、あの、1996年ぐらいからの全ドラフトすごいー、ねね、まあ僕の独断と偏見で、僕のジョージ、ジョージ一軍っていう僕の中の、はい、その設定したノルマをクリアできてるかできないかにそれを、あの、かけて全員調べたんですよ。うんはい、あのただ、11パス。それでも、そんなこと調べなくても、多分頭のいい人だと、 計算式に乗っとれば多分それぐらいになっちゃうんですよ。なんで常時ってことは僕らの時で言うと二十九人が一軍登録ことだったんで、今三十一人ぐらいのコロナでなってますけど、まあ約三十人としたときに常時って言ったらああそうですね十五人ぐらいじゃないですか。そうですね。で十五人になってきて十で十年で割ると一点五人なんで、だから大体まあそれ一点十十年生き残れない選手もいるんで十一パーセントぐらいになるなっていう。確かに。でしかも九十六年ぐらいから あの時、コロナの時調べたから、2020年ぐらい。約25年ぐらいの間で、一番すごいドラフト1個あるんですよ。24%。24? はい。10年後、主力の年あるんですよ。すごい。24ですよ。すごい当たり金10万。倍ですね。はい。それ、どこだと思います誰誰誰の、まあ、その、あの、この選手でもいいじゃないですか。どう、黄金世代ですよね。はい。え いつからでしたか？えっと19 1996年から2020年までの間で、はい、だからまあでも高校大学社会人も全員一緒に入ってくるから、はい、その世代って言ってもそいつ大卒の可能性もあるし、そうですよね。は全員高卒で入んないしっていうのもあるんで、それで一番いいですよ、うん。松坂世代とかですか？正解です。やっぱそうなんですね。1998円ドラフトが24倍です。はい やっぱ、そうなんか、実感としてもそうですよ。なんかいるなって感じしますもんね。僕も1998年の夏。そうですそういうふりだったんですね。でも、エグいでしだって、巨人は上原二岡なんですよ。すごい。一位世代ですね。中日が福留岩渕。福留。で、阪神が藤川球児。はい。で、海に福原いるんですよ。今、コーチの。うん。で、広島が東で。はい。で、海に荒井高弘いるんですよ。すごいですね。横浜は海に近所いるんですよ。で、西部が、あの、松坂赤田。 ロッテが小林正英里崎。で、日本ームが佐根松、立山。で、下位に森本一人いすすごいですね。なんでそんな、たまたまなんですかね。なんでですかわかんないですけど、その高卒も大卒も、社会人も川越さんとかオリックス。はい。いましたし。で、中日は下位に、あの、小笠原とか秀取とか、いたんですよ。高卒だけじゃないんですよね。だから全部ですもんね。和田とか杉内は社会人、大学行って入ってるんで、全員が松坂世代入ってるわけじゃないんで。 タイミングもあるかもわかるんないですけど、24%なんですよ。でも逆に言うと、24%が主力になっちゃうんで、どっかの年、7%とかもあるんですよ。そうですね。だガクッと減ってるところもある。そこ,こもあるんですよ。6%とか6、とかになったら、だって、100人いて、はい、6人しか10年後主力にいないんですからね。<laughs> ちょっと悲しいですね。<laughs> な不思議ですね。それぐらい、はい、僕はもう1年目から活躍したらラッキーやっちってんですよ。 特に今は本当に体力ないんでん、はい、すぐ怪我するんでなかなか使えないらしいんですよね<ー>だからいろいろ現場の人たちに聞いてもマジで体力ないっ,ってあそうなんですねそういう変わってるんですか<の>やっぱり最近の世代って若い世代量してないんじゃないですかやっぱりその<ー>結局何でもそうですけど、うん、なんか「料理っすや」とかいうやついるんですよ、はい、終わったなって思うます <laughs> やっぱり量が大事ですかいやうん 量より質も分かりますよ。でも多分、そいつらが言う量より質って、ただ楽したいだけなんですよ。要は。で、簡単に、あの、うまくなりたいだけなんですよ。そんなんないじゃないですか。なんかよく最近はちゃんと科学的にやってるからだとか、そういう意見もあるんですが、それは嘘ですかいや、オリンピックでメダリを取るような奴らは、質の練習、量やってます。あ、そうか。両方やってるわけですね量やらない奴いないんですよ。 それは何もない。でも、しかもですよ。質の練習、あなたできるんですかって話なんですよ。その能力がありますっていう。量をやるのが一番楽なんですよ。練習って。100メートル20本走っとけって言ったら多分楽なんですよ。でも、この設定タイムを必ず切らなきゃいけない10本ってきつくないですか連続で。わかんないし。で、切れなかったら、それはカウントされないってなったら、多分きついと思うんですよ。でも何でもいいから20本走れるの方が楽なんですよ。ピッチングも何でもいいから100球投げろの方が楽なんですよ。 あの、的に5級連続当たったら4箇所終わっていいからって言ったら、最短20級で終わるんですよ。うん、でもお前5級連続当てれんだろうなって話なんですよ。そうですよね。終わんないかもしれない、ね。終わんないかもしれないですよ。うん、だから何気に、両、能力ないやつは。面白いっすね。領の方が簡単なんですよ。しかも誰でもできるし。誰でも続けられるし、わ<あ>かりやすい。能力ないんやから、そっからやろって言うんですよ。そうですね。で、じゃあ、東大入る人がですよ。1日2時間しか勉強しないで、東大入ったやついます、うん、って。いう そうですね、16時間とか下手したら、あとは司法試験受ける人とか、はい、もう寝る以外は全部ずっと勉強してたって言って、受かるかどうかじゃないですか。そ,うですね、それなのにスポーツ、2時間しか練習しないで、いけますってう逆に。<laughs> いやその練習も体動かすだけじゃないじゃないですか。本読むもそうだし、うん、他のスポーツ見るとか、映像見るとか、今だと YouTube 見るとか、はい、調べるとかもあるわけじゃないですか、うん、練習だけじゃないんで。はい、それは無理やろって思うんうですよね、そんなこと言ってる時点で。うん 正直、最近高校野もそうなってるんですかね。どうどうなんですかね。なってんじゃいいですか。なんか寝てて起きたら大谷翔平なってないよっていう。そうですね。そんなまあ大谷も結構量やってるらしいですもんね。そう、だから量やってないやつなんていないんですよ。ただ楽だから楽したい、上手くなりたいから料理質やって言ってます。楽したいから言ってますっていう。多分本音は後者ですね。楽したいから。楽したいがだけなんですよ。でしかもこれやってもこれこんなやっても意味ないんでとか言うじゃないですか。 え、お前未来人かっていう。意味ないってなんで分かんねえんだ <laughs> そうですね <laughs>。そもそもっていう。はい、やってみないと分かんないよと。うん、しかもお前に、じゃあ大谷翔平の練習やったらも大谷翔平なれんのかって話なんですよ。うん、100人だ、100人のやり方といいものがあるわけじゃないですか。大谷翔平のやり方合わない人もいるかもしれないし、逆にこっちのやり方した方が伸びる人もいるかもしれないし、それようなのに、この選手が言ってる。だから今はなんかね、 その物事が正しいかどうかより、誰が言ったかで、ああ、確かにね。うん、なんか整合性を取るみたいな社会になってるんで、ねうん、一番危ない世界ですね。うん、そうですよね。<あ>嘘かもしれないし、楽したいかもしれないけど、<あ>誰が言ったかでみんな死んちゃいます、ね。本質見抜いてないんですよ。だからよく、うん、アメリカはそんな練習強制しないとか。なんか科学的で日本はダメだっ,って言うじゃないですか。はい、本質が分かってないんですよ。<ー>アメリカの、僕はもうあの関係者の人に聞いたりとか、取材した中で言うと、アメリカのコーチは本当にどっか痛い,いとか、 ちょっとしんどいんです、あ、もうやんなくていい、やんなくてもいいって言われる。なんも強制されないらしいんですよ。うん、その代わり、次の日クビになってるらしいです。ああ、そっか。だからアメリカは、1チームに2、300人いるんで、だから、強制はしないよと。でも、すぐクビにするからねっていう、使えないやつはっていう。でも、日本ってすぐクビにならないじゃないですか。だから、そもそも違うんですよ。そっか。だからアメリカの表面のとこだけ見て、見て、やってるから、整合性は取れてないわけですよね。取れてないんですよ。あ,あっちはやんなくてもいいけど、やんないとクビになるから、みんな必死でやるし、 それ1チーム2、300人いるんやから、ほっといても誰か出てくるんですよ。でも日本って、いわば支配方70人しかいないわけですよ。うん、ってなったら、そんな簡単に1年でクビにな,やるなるやつは、よっぽどの事件を起こさない限りないやろと。はい、少なくても3、4年や雇ってくれるやろと。ってなった時に、いや、強制され、アメリカはそんな強制されなかったら押し付けないらしいよ。いや、半年でクビになるからねってう。<laughs> いやー面白いですね。やっぱ里崎さんの話聞いて、すごい勉強になりますね。いや、だからみんな楽なしたいだけなんですよ、はい、言ってんのは。で、こんなこと言うと、老害やっていうんですよ。<ー>別に俺はもう一生老害できてやるてて <laughs> そうですか。か関係ねえって言って。<laughs> <laughs> いやーいいですね。表面だけしかし見てないんちゃうで、その奥にあるのは、ただ自分の思い通りにやりたいのと、ただ楽したいだけなんちゃうかって思っちゃうんですよね。うん、<直>なるほど。正直。 YouTube 見てて面白かったのはあのなんか論文とか読まれてちょっと話全然変わるんですけどああプロ野球の球団って1000万人当たり1チームが適切だとされてるんですよ、ね、そうだからアメリカのその学者の人が論文を書いてて、はいはい、僕はそれをまたギきの記者の人が言ってた原稿で、はい、まあ知ったんですけどもその人口1000万人にあたり1競技1球団が人気も人材確保もマーケティングも適切って書いて。だから日本は 一億二三千万人だから十二球団がいいし、はい。だからこれがちょうどいいんですよね。アメリカは三億人だから三十球団がいいし、はいうんで、そこの前後ではカナダも取り込むっていう。そしたら,らブルージェイズとかはトロントだから。そうですね。だから、<お><そ>アメリカじゃないですか、ねうん。カナダを入れて人口分布図を増やして、はい、そこのバランスを保ってるっていうのを聞いたときにあ、じゃあ日本で、 増やせ増やせ言うけど、バランス崩れちゃうんだなと思って。そうだ、そういうのを聞くと、確かに増やせ論者って、まあ、いるじゃないですか。もっと16チーム出場とか。なんか違う、なんか本質的に分かりますよね。そうなんです。だから、仮に、僕は増やさなくてもいいと思うんですけど、うん、だから、じゃあ、それで増やしたいんだったら、既存を変えないで、新たに6球団作って、それを新リーグとしてやって、あ別リーグで。で、うん、でそれで収益とかも、 しっかり出して NPB にこのリーグごと入れてくださいと。で、新リーグですっていうので、18チームが一番既存を壊さないで、改革的にチャレンジできるやり方しちゃうかと思うんですけど、そんな体力ありますかと。そうですね、僕の10年前のプロ野球で年間予算100億いるって言ってたんですよ。予算が。100億です。 ちょっと難しいですね。<laughs> しかも結構主要都市抑えられちゃってるんで、はあ、あと収益が取れるわけじゃないですか、はい。取れるわけないですよね、はあうん。で、あとは親会社の補填もあるかもわかんないですけど、はい、収益取れるわけじゃないですか。うん、でもそれを取らなきゃいけないんで。で、でもそれを僕は作っちゃうと、アメリカって社会人野球ないわけですよ。はい、実業団ないわけですよ。確かに、ね、だから、そのワンか、株、マイナーリーグか、独立リーグか。 僕しクはメキシコとかドミニカンリーグしかないわけじゃないですか。はい、でも日本って実業団の社会人野球リーグがあるわけじゃないですか。ってなった時に、無駄に6球団とか増やしちゃうと、もう1チーム70人最低プロ野球選手いるんで、420人選手が増えちゃうわけです。社会人野球は死んじゃうんで。<laughs> そこまでする必要あるっていう、この文化の中で。そうですよね。やっぱ日本の独特の企業文化というか、はあはあ、それを潰してまでやるのかっていうことありますかって、ね、アメリカはないから、ないから、うんうん、その、それを受け皿として、マイナーがいっぱいある。はい、でも日本はあるんやから、でもそこでまた一つ難しい問題があるんですよ、野球界の、はい、最近、社会人野球から独立リーグに流れている選手たちがいるんですよ。はい、特にピッチャーで。これはなんでかっていうと、社会人野球っていうのは、 トーナメント一発勝負なんで、はい、あの、能力あるけど不安定なやつって使いづらいんですよ。一発勝負なんで。でね、やっぱ安定感を、ザ安定感を求められるんですよ。はい、やっぱ一発勝負なんで、能力あるけど安定感ない選手って使われなくなってくると良さ出ないじゃないですか。はい、だからそういう選手たちが自分たちの可能性を上げるために、リーグ戦っていう独立リーグに 社会人から移籍してるんですよ。なるほど。で、そうすることによって、独立リーグだとやっぱ1年間かけて数十試合、はい、なんか毎回活躍できなくてもすごい。で,できなくても、トータルで活躍すればいいし、はいうん、今日ダメでも明日やれればいいし、うん、そういう目先の利益じゃなくて、リーグ戦っていう幅広い中で投げていったら、その不安定さもあんまりネガティブになんないのが出来上がってプロいけるっていうのもあるんで、ここら辺がちょっと今、 僕が見る社会人野球と独立リーグの結構ピッチャーが独立行ってからプロ入るっていうの結構あるんで今。はい、だからそこら辺がこの社会人もトーナメント一発勝負だけどどうして流れすぎたら社会人も死ぬしどうするんだろうっていうのもあるんで。 もう僕は作らない方がいいんちゃうかと思ってるんですよ。面白い。いや、ちょっと、もう一回、里崎さん来てもらっていいですかなんか、その辺の話ちょっと深、深掘りしたい <laughs> 今日はちょっと一応、パリーグの前半戦の話だったんですけど、ちょっと、もっと聞きたいので、ちょっとまた、もう一回やりましょう。も,はい、もう一回、専門家の人も入れたいです。ああ、そうですね。僕だけだと一方通行になっちゃうから。はい、ちょっともう一回、ゲスト呼んで、はい、やりたいと思います。でパリーグはね、もう、8月に出るんちゃうかと。はい、あと、ここら辺は本当にまだ団子なんで、どうなるか分かんないですよ、本当。だから、セリーグと同じように、 どこのチームも弱点あるっていう。でもここは一発必殺あるんですよ。笹え領域復活。<ー> <laughs> まだ、あの、<ー>いるんで、お宝。まあ、そう、お宝。うん、あ使えない、ない使えない殿下の宝刀あるんですよ。抜けませんけど。でも最後の武器。抜いたらエグい。抜いたらエグいっていうのがある。<laughs> それが抜けるかどうかも、ロッテが2位を確保するためには、まあ、必須条件だし、そこは楽しみですね。うん わかりました。はい、最後の殿下の抜けない方とですね。はい。抜いたらえグいっすよ。抜いたらえグいでてくる。いや、わかりました。どうもありがとうございます。はい。ということで、佐藤崎智也さんでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい